魔法の文学館のオープンに合わせて10月1日から角野栄子さんの作品をもとにデザインしたラッピングバスを運行しています。渚公園の展望の丘にオープンする魔法の文学館は、魔女の宅急便の作者で江戸川区ゆかりの児童文学作家角野栄子さんの作品の世界観を表現した児童文学館です。このオープンに合わせて渚公園周辺を走る路線を中心として、角野さんの8作品をもとに東京コミュニケーションアート専門学校の学生がデザインしたラッピングバスを運行しています。11月3日にオープンする区民待望の魔法の文学館、文学館へお越しの際はぜひご利用ください。